皆さん、こんにちは。中部ジャワ州図書館には、障害の人の読書室もありますよ。その中では、障害の人ために特別な設備を準備していました。例えば、話せたコンピューター、包丁か、ホットポンです。それに、障害の人の読書室の前には、カウンターがあります。もし、質問がありますから、そのカウンターへ聞くに行きますね。視覚障害者ために、その本は辞典で使いました。例えば、物語の本や、知識の本や、コーランなどがあります。それに、昭和のガイドブックもあります。視覚障害者でも読むことができますよ。読み書き能力に障壁はありません。じゃあ皆さん、忘れないで中部ジャワ州図書館へ来てくださいね。ありがとうございます。